はい、始まりました。今晩もよろしくお願いします。映ってるかな、映像。大丈夫でしょはい。う。はい。よろしくお願いします。はい、OK です。OK ですじゃねえけど。はい、行きましょう。9時になりました。今週も皆さんお疲れ様です。今日はリーさんが、生ゲスト出演していただきます。まだ寝てるかもしれませんが、ニューヨークはまだ朝の早朝の7時ぐらい、7時か8時ぐらいだと思います。はい、こっそり仮想通貨の美味しい情報を聞いてしまうという、番組を9時半ぐらいからやっていきたいと思います。はい。ではではですね。まずは FX からいきたいと思います。皆さん、今週のトレードはいかがでしたでしょうか？今日もご質問、分析してほしい通貨ペアなどなどコメントください。よろしくお願いします。さて、まあじゃあドル円からそうです見ね。ていはい。きましょうか。はい。先週の線が引きっぱなしでございますが。今週ドル円は動かなかったですいね。まいちね、ドルと円が変わりすぎてたんですね。そうですね。まあ、そういった意味では、まあ、どちらかというと、週初の、まあ、月曜に安値つけてるんで、ドル円は。はい。そこから考えると、木曜まではワンウェイアップですよね、ほとんど。そうですね、こっから。で、結局は月曜日の安値が109円、ギリギリのところまで行ったけど、9円の11安値が。で、そして、昨日のまさかこんなに上がるとは思わなかった、東京の昼過ぎにつけたドル強かったで110す円ね。23銭というん。うことで、こちら。まあ、どちらかというとドルが強かったという印象で、まあ、逆にその上がりすぎた分、少し、まあ、下げたということで、うん。ほぼほぼですね、まあ、現在の水準のこの109円の67銭というのは、まあ、週初の、まあ、月曜日の、東京の朝方の水準とあまり変わらないので、そういった意味では、下やって失敗し、上やって失敗しで、まあ元のところに戻ってきたかなってとこですね。はい、これが今週の16日からだから1時間足です。値動きです。こうやって見ると、まあまあ綺麗ですね、チャーそうですト。ね。まあ綺麗なんですけどね、下もうちょっと行くのかなと思ったんで、はい。買えず、はい。上ももうちょっと上がるかなと思って、売れずで、今週はちょっと、特に昨日はちょっと見れてなかったんで、ふと気づいたら、あれ？と思ったらですね、えらい下がっちゃってて、結局の昨日は何もできなかったという感じですよね。はい。じゃあ今週山田さんあんまトレードできてないですか？今週全然できあ、なかっ全た。然ですか。全然できなかった。もともとは9円割れたら買いたいなというのが失敗したところから始まってですけども、このまあ上に上がっていくのは全然乗れなかったですね。はい。コメントを今日はいっぱいいただいてます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。5ドル円とポンド円の見立てお願いします。ドルカナダお願いします。ヒロピー、ブロックロックさん、カナダドルのファンダお願いします。美女のおならはヒロピーが好きだな。ありがとうございます。はい。ドルカナダが2回来てますね。5ドル円、ポンド円。はい。ちなみに、私は今週、オージーとオセアニアいじめをやっておりました。はい。なぜか月曜日、金曜日のクローズに約定したやつが月曜日の午前中、ロスカットでいきなりマイナススタートだったんですけれども、まあ、うまい具合に、思惑通りで。はい。こちらの、サロンの方でも、サロン、ついに186名でございます。皆さん、ありがとうございます。とりあえず、まだ調子はキープしておりますが、今週は、オセアニア売りで350いただきました。その他、今何言おうとしたんだっけな。思い出した。シドニーのロックダウン系のお話ですね。はい。で、ここに感染者数が、どえらいことになっておりまして、これは言っただろうと。あんまり喜んじゃいけないんですけど、まあ、予想ですね。ファンダメンタルズ分析でございます。人数自体はね、そんな驚くほどでもないんだけど、とにかく上昇のカーブがすごいですよ、そ今うですね。ね。ここの、6月なんて20人とか15人だっもうたんですよ。ほぼなかったっていうのがね、ずっともう何ヶ月か続いて、まあ、何ヶ月かっていうか、もう去年からずっとそうですよね。で、20人、25人超えたあたりからブワー上がって、で、7月1日なんてまだ50人ぐらいだったんですけれども、
おやおやと上がってきたところで、ロックダウンを延長延長と来たんで、これはもしかしたらずっと延長いくんじゃないか。で、四半期ごとの GDP なんで、7、8、9が、区切りになるんで、これもしかしたらこの四半期、7、8、9月、全部 GDP、じゃねえや、ロックダウン期間になってしまうんで、メタメタな数字になるだろうというふうに先読みして売ってみたら、まあ、やっぱりその通りで、これミーじゃないんですけども、9月末まで延長になりましたっていうのが今朝の午前中で、まあ、さらに下を掘ったっていう格好ですね。はい。なかなかカオスな状況です。なんと、オーストラリアの人口2600万人中の半数がロックダウンであるということで、まあ、こちらも、数日前のサロンでも書きましたが、オーストラリアの半数以上がロックダウンの指定になってしまったよっていうので、まあ、大きな国ですが、蔓延しているという現状でございます。はい。まあ、そんなトレード日記でございました、今週は僕は。はい。いろいろと美味しくいただきました。残り、オージードルだけ、コアポジション持ってますが、まあ、しばらくスイングしていこうかなと思います。もう、含み益、さっき見たら200ピップス以上あるので、これはしばらく引っ張っていけるんじゃないかなと思ってます。はい。オセアニア、皆さん乗れてますでしょうか？乗れてますでしょうか？こんばんは。オセアニアに完全なら良かったです。早速。10年分のノートを取りました。本当かい？ これから勉強させていただきます。毎日ロイター見るようにします。お前見てください。はい。はい。どうしても早めに前倒しでスイングトレードって追っかけやすいので、指値注文ぐらいは全部お知らせできるんですけれども、難しいのが、突如の損切りとか利益確定。これがどうしてもね、タイトになってしまうんで、なるべく事前予想しながら先回りして配信したいんですけど、ここはね、ちょっと難しいんですよ。もうポジション持ってめちゃめちゃ僕集中してるんで、値動き見てるときに、あ、やべ、これ戻すやつだとか、あ、もうこれ損切りしないとまずいやつだっていうのの判断は多分人一倍早い自負はあるんですね。で、その速さが勝負なんですよ。で、ここでいかに人より早く切れるか、うまいタイミングで、まあ、利益確定できるかってところが結構年間のパフォーマンスに関わってくるんで、まあぜひどっちかというと、エントリーしたり、エントリー空振りするってことはその方向、だいたい予想の思った方向には行くんですけれども、その後の展開を、まあ、ぜひ学んでいただきたいかなと思います。はい。ということで、ゲストの、皆さんの依頼があったの、一番最初に依頼いただいたのは、ハローさんですね。5ドル円とポンド円の見立てお願いします。できましたので、ちょうど5ドルの話をしていたので、行きましょう。フォレックスドットコムしようかな。よいしょ。はい。で、まあ、ワンサイドゲームですね。下げっぱなしですね、下そげっれぱなは。しですね。見立てか。下落トレンドです。ちょっと逃げちゃったんだよな、僕、昨日。なぜなら、今週月曜日マイナスだったから。利益確定したかったんです。そしたら、さらに下をやってしまったっていう、あこるれあはる。本当に はい。この感じだとあんまり戻す感じしないですいもんや、しないね。ですね。もうこれにつきます。もう、まあ、これもサロンのメルマガに書きましたけれども、何をとってもマイナスですもんね。いい材料がないっナてイス。で、鉄鉱石の価格も年初来安値更新、銅の価格も落ちてきている、まあ、いわゆるオーストラリアって石炭と鉄鉱石の輸出が貿易収支の44%か45%占めてるんで、もうコモディティ価格が落ちると、もう貿易収支の成績が落ちるんですね。なので、もうニッチもサッチもいかなくなる。で、輸出先の一番相手、最大国が中国。で、中国の経済指標が、軒並み落ち始めている。まあ、それは当然なんです。仕方ないんですけれども。で、追い打ちをかけるように、なんかアフガニスタンとか、リスクオフな本当に低額リスクも出てきて。あまりいい材料がない国が多いですよ、そういですろんなね。意味でね、今で。で、さらにロックダウンということで、もう、ダブルパンチ、トリプルパンチ、それ以上の、ネガティブ材料が重なったので、これは売り込めるだろうっていうので、まあ、売ったという。まあ、そんな感じですね。で、見立てなんですが、フィボナッチ引きました。こういう
バカみたいに勢い強い時っていうのは、まあ山中さんは使わないんですが、23.6%押しっていうのは、まあまあ使えます。38点に戻ったら絶対売りたいよね、これ。まあそうですね。ここ、あ、皆さんここれ、れいいことのこ間だっサロンでやりて。ました。限定配信でやりました。38点、2%戻し。ここはもう鉄板でしょうね。線引いておきます。よっ。はい。そこ抜けて加速したところですからそうですね。ね。これ、昨日、おととい配信したもう3号で、もう行っちゃうからえいっていう。ごめんなさいね。これ、成り行きチックな配信になってしまって。1時間半ぐらいしか余裕はなかった。1時間ぐらいしか余裕なかったんですけれども。まあ、でもね、結構我慢してたんですよ。これ、80円の4号で配信して、やっぱダメだっていうので、79円の80銭。また空振りしたんですね。で、実はこの空振りってとこも結構ミソで、これ、ローソク足トレードの応用編なんですけれども、こういうとこ、まあ、いわゆる待っていたいポイントだったんですよ。よいしょ。どっかで重なってるんですよ。あ、ここですね。で、まあ、ここだったから、84とか83だったから80に置いてたんですけど、で、配信してたんですけど、そこすら届かなかったってことは、もうかなり売りを狙ってた人がいる証拠なので、完全に僕を含めて売り遅れ組がいるってので、ああ、もう行っちゃうやつだと思うので、突っ込み売りができたっていう判断です。これ実は来月の、金曜日2週目は、もう、ライブ配信、さっき名前を決めました。ロウソク足千本ノック動画ということで、ひたすらロウソク足だけ見て、ああでもない、こうでもないを語る番組にしようかなと思ってます。はい。まあ、そういったところで、おいおい、おいおい、なるべく毎月配信していきたいと思うんですけれども、まあ、そういった局面でございました。はい。で、やっぱり案の定、もうブレイクしてからもう止まらない。止まらない、止まらない。あっという間に1円動く。5ドル円が1円ってなかなか1円以上動いたのか。1.5円動いたんですね。なかなかないので、まあ、やっぱり売りたい人がすごくいたんだなっていうのはよく分かった値動きです。はい。ということでですね、まだ売れて、いや、売れてない人はいるんですけど、諦めた人が多いような気がします、ここまで来ると。あ、そうでしょうはね。い。ちょっと今更もうここは売りたくもうな売りいったくていうないね。し、ああ、もういいや、行っちまった、やあ、諦めた、やあ、めたって言って、ちゃんと閉じるレベルなので、そういった時に反転し始めるんで、まだここから突っ込み売りとか短い時間足で突っ込んでは来ないので、そう考えると、この戻り、79円の30はありだと思います。ちょっと来週以降狙っていくのは面白いんじゃないかなと思います。はい。ざっと5ドル円の見立て、お話しました。その時にちょっと RCI がいい感じになってると嬉しいんですが。はい。次、ポンドへ。GBPJPY。ちょっと今週の CPI が悪くて、なんだかなーでしたけど。これもずるずると。そうですね。ボラティリティが高いだけに、まあ、ポンド5ドルは上がってるんですが、まあ、円買いでしたね。これは月曜日切られたとこ、どこだっけな。おはようパンチだ。あ、これだ。そうですね。金曜日の、先週金曜日のクローズについてて、朝起きて、コラム書いてて、終わった時にはストップかかってたっていう。まあ、でも、ここで僕は買って、ここで損切りしましたが、ここか、この辺か。この後、やっぱりこういう風に下がると、損切りしてやったった感はあります。こういう楽しみ方、実はあります、FX で。楽しみ方なのかよくわかんないんですが、損切りうまくなるとですね、損切った後から、めちゃめちゃ落ちる。これは価値ある損切りだったと自負できるので、まあ、トレードノート取ってくださいという風に、まあ、お伝えしたと思うんですけれども、今度逆に損切りした後、どれだけ損失を回避できたかを確認できるようになって、これは見事損切り大成功だったと思います。で、そういう、逆の利益確定ばっかりを追っかけるんじゃなくて、損切りした後、自分のポジション持ってたらどうなったかしら問題を突き詰めていくと、実はすごく、損切りがうまくなる。損切り名人になれる、まあ、トレード上手になれるかなと思ってます。ぜひ、そういったところも、気にしてですね、日々チェックしていただければいいかなと思います。はい。
で、ポンド円の見立てなんですが、山中さん、ちなみに来週リスク、まだリスクオフ続くと思います。まあ、日曜日満月ですけど。悩ましいんですけれども、まあ、来週はね、僕自身はあまりちょっと今のこの状況っていうのが上なのか下なのかってあまり自信持って言えないんですけれども、ただ、為替、まあ、ドル円に限らずなんですけれども、まあ、ドルは弱いんだけれども、ユーロも弱いし、ユーロ円も弱いし、株も弱いし、原油も弱いしって、結局みんな下げてるんですよそね。うなんですよ。そう。だから、要はお金が引いてて、ある意味そのキャッシュ化してるっていうようなことで考えるならば、まあ、やはりリスクオフなんだと思いますよね。ですから、まあ、リスクオフ的な動きを、まあ、来週も続けやすいけれども、本当にじゃあ、このままどんどん下がっていって、じゃあ、例えばじゃあ、原油が60ドル近いところまで行っちゃうのかとか、ニューヨークダウが3万4000ドル割ってくるのかとかっていうことになると、まあ、ちょっと今のところ、本当にそうなのかなっていうのは、ちょっと自信を持っては言えないですね。ただ方向はそっちだろうなっていうところですね。株もちゃんと準備しておきましたが、弱いですからね。株弱いんで割れすましたよ。ね。これ見て、だって買いたいと思う人いないですもんね。ナスダックはやっぱりね、やっぱしぶとい。しぶといんだけども、ナスダックがちょっと気になるのは、直近のところの5月の中旬からのサポートライン下抜けちゃったでしょ？で、しかも、なんとなくなんだけれども、この7月下旬から直近のところまでのチャートのパターンがちょっとトリプルトップを形成中のようにも見えるんですよ。炭素みたいな。そう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 。で、このパターンで意外とありがちなのは、一回下がって、やっぱり下がらないで、もう一回上がってっていうと、この左肩とでかい頭と右肩みたいな、なるほど。そういう形になると、これやばいパターンなんで、だからちょっとまだ機が熟してないとは思うんだけれども、まあ、ちょっと気をつけた方がいい値動きになってきたかなという気はします。こうやって、こうやっそうそうて。そうそう。で、結局、上下ともに、切らされる人が出てくるパターンっそうていうですね。ね。で、その後、後から、こうかもしれない。そうかもしれないですよ。そうかもしれない。絶対無理なやつ。こんなんなったらもう、ラッキーもみんそうなもう、これあれですよ、拡散型のもみ合いってやつで、みんなやられるパターンでです。最低ね。なやつ。ポンド円で、よくあるやつです。ね、これちょっとナスダックは強いんだけれども、反転するかもしれないなっていう、なんかちょっとそんな嫌な感じがします。まあ、これですね。うん、ね、年収もあったんですよ。ありましたね。結構やらしい。やらしいね、本当に。これこいれ。かにも騙されそう見な事パにターこンれで。でしょ。で、ここは上がってっちゃうっていう。ここ、おしめ買いでしたね。なんで買わなかったんだ。何してた。記憶がない。いや、そ記の憶時がはないぞ。ね、いや、これちょっと下行っちゃうんじゃないのって感じにそうっ思す。えたんですよ、そうっそのす時ね。はね。そうっすね。そう、もうその毎時回言うは。来た感ありますもんね。ビットコインみたいですね、ナスダック。はい。ということで、リスクオフに警戒しながらもなんですが、まあ、売りたい、どっちかやれと言われたら売りです。多分僕たちも。だけれども、まあ、ファンダメンタルズ的に、まあ、5ドル売っといた方がいいかなっていうようなイメージです。やれと言われたら、まあ、普通にレジサポライン引いて売りでいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、どっちかというと、やや見送り方面なので、コメントは、ちょっと曖昧にさせていただきます。はい、ドルカナダ。ドルカナダ。USD カナダ。お、これは、やってますね。すごいな。おお、激しい上昇で、やっぱり嬉しい。そこの高値抜けたんで、結構仕掛けてるでしょうね。そうですね。最近この傾向強いんだよな、ドルカナダ。まあまあ、こっちも、投機的な値動きをしやすいので。まあ、原油落ちてますしね。そうですコね。モディティも価格も悪いんで。まあ、ここじゃないですか。1.28の買い差しで注文で、とりあえず様子見じゃないですかね。引き続き、リスクオフの、ドル買いを狙うなら。まあ、はい。ちょっとね、今ここでなんかしろっていうのは悩ましいですけまあ、どちょっとね。難しいですね。前回高値のところまで近づいたら買いでいいかなっていう気がしますね。まあ、
7月も2回ぐらいあったじゃないですか、謎の2日ぐらいのリスクオフ。で、今週もそうかなと思って、ちょっと思ったポジションは合ってたんですけど、昨日逃げちゃったら オセアニア売りがまだ今日も続いたって。どうかな。いや、でも満月ってのが一番気になるんですよ。で、満月新月の為替の場合は、そこがきっかけで、トレンドが止まるか反転するケースが多いので、あんまり持ちたくなかったっていうのが根拠です。はい。いつもありがとうございます。ユーロドルの見立てをお願いします。利確と損切りは難しいですね。そうですね。5ドル円半分利確しちゃった。ゴールドル円戻り売りするタイミングありますか？ドルインデックス高値超えてきました。5ドルもう一回売りたいです。よかったです。皆さん、5ドルいい感じで楽しめてるみたいで。王子完全制覇しました。ありがとうございます。よかったです。あと10分ぐらい。リーさんにつながらないといけないんで。はい、なんだったっけ？ユーロ。ユーロドルですね。まあ、抜けてきましたね。これはもうね、やっぱり年初来安値を抜けてきたっていうのが大きいと思いますよ。年初来安値っていうのは1.1705だったんですけども、そこなかなか抜けそうで抜けない状態をつけてきたのが、まあ、今週に入っていよいよ明確に抜けてきたとそうですいうね。のが大きいですね。まあ、リスクオフのドル買いですね。まあ、最近、2000年代、じゃあ2010年代前半はもうリスクオフといえばもうとにかく円買い相場でしたけれども、まあ、なんかこの3年ぐらいは久しぶりっていうか、昔のようにリスクオフといえば有事のドル買いじゃないですけども、まあ、円買いプラスドル買いって感じですね。で、それがさらにちょっとドルのリスクオフでのドル買いの存在感が以前に増して、7、8年前と比べると圧倒的に強いんで、まあ、そういった時に、まあ、ドルに買われてるから、まあ、全体的にドルスト全部そうだったんですよね。ドル円を除いた全部ドルストはもうドル買いだったんで、オージードルもさっきのドルカナダもそうですけど、まあ、そのバイアスを影響を受けてるのかなと思います。まあ、ユーロも比較的買われるんで、リスクオフのタイミングではあんまりユーロドルはやらないですね。ただまあユーロも、まあ、アメリカとのその金融政策の対比ということで考えると、まあ、アメリカの方はね、本当にまあ、昨日の議事録、昨日おとといかの議事録を見ても、意外とテーパリング思惑がまた前倒しっていうような可能性もあるけれども、ユーロに関しては ECB はまあないでしょうっていうところで、まあ、そのあたりの温度差も、まあ、ユーロ売りにつながりやすいですよね。ちなみに山中さん、今回の FOMC 議事、ハト派に見えました？タカ派に見えタましカた？派に見えますよ。ああ、やっぱタカ派ですか。はい。結構これね、みんな意見分かれてましたね、あの人。僕もあれタカ派じゃねって思ったんですけど、タカ派ですよ。でもハトっていう人も結構いるなと思って。いや、それはないと思います。そうっすか。まあ、冷静に考えると、少なくともパウエル議長っていうのはもうバリバリハト派でね。で、しかもブレイナード理事もまあバリバリハト派で。で、僕はそのアメリカでの議会の証言っていうのは結構重要だと思います。なぜならば議会で言ったことに反すると偽証そうっす罪とかね。ね、嘘つき扱いになっちゃうので、で、その時にまあ何を言ったのかってことを考えると、まあテーパリング9月っていうような見通しは少なくとも全くその時にはなかったと。で、ブレイナード理事も9月の数字を見たいというふうに言ってたんで、まあ、少なくとも9月の数字を見た上で、じゃあ9月の FOMC でもってテーパリングしますっていうふうに、そんなに急そん速ななタ急イ激ミンにグっやてらないですいうのはね。ちょっとないんじゃないのかなっていうことで、だけど逆に今、ひょっとしたら9月の可能性もっていうような見方がされてるというのは明らかにタカ派っていうところだと思いますよね。ただ、個人的にはそうは言っても11月だと思うんですけどね。やるやる作業もう、しないといけないんで。それでもっても十分にもうみんなが思惑で動くのが飽きた頃に、じゃあやりましょうかと。そうですね。皆さん、ここからガンガン出ますんで、やるやる詐欺、やらない詐欺が
ARB の理事メンバーがいっぱいこう地ならしを、世界のマーケットを地ならしするために、話をちょっと持ったり、ネガティブに言ったり、手のひらを返し続けて、まあ、要するに市場参加者のポジションを飛ばしに来るんですね。で、結構、ここから難しいフェーズに入っていくはずです。最初の試練はジャクソンホールですそね。うですね。ここでもってちょっとみんながびっくりでもって、パウエル議長がタカ派の発言なんかしたりすると、およそうおなんていうふうになるだろうけど、まあさすがにそれはないかなと。ただまあちょっと気をつけた方がいいですね。そう。で、出た後のなんか1週間ぐらいに、コテコテのハト派のまたなんかUFC やって、またビヨーンって戻すみたいな、まあ、そんなのがまあなんちょっとなとく目に見えてるんで。市場参加者は振らされるというはい。パターンがね、ありそうはでい。すなね。ので皆さん気をつけてください。これかなり重要だと思います。絶対やってくる、来ますんで。はい。今日なんかすごくコメントが多いな。タノキングさん、いいですね。オージーニュージー、日足、週足、月足を見ると、そろそろ底をつけて、ロング狙いと書いてあります。僕もそう思ってたんです。唯一、5ドルをクロスして買おうという謎の行為をするには、やはりこれしかないだろうと。ニュージーランドが安全神話が崩れ始めてるんで、今ちょっと喧嘩状態なんですよね。まあ特にオージーニュージー周りの実にニッチな市場なんですが、彼らの間でやっぱり大ブームね。大ブームなのか知らないですけど、どうしても実需的なやり取りがあるクロスペア。で、リスクオフになるとどうなるかっていうと、実は5ドルとニュージーランド、どっちが売られるって言ったら、明らかにニュージーランドドルなんですよ。で、まあ、これが分かりやすいのは、例えばこの2020年のコロナショック。まあ、景気的にニュージーランドの方が良かったんで、下げてて、史上初ですよね、パリティ行ったの。そうはでい、行って、パリティ行ったで、ニュージーランドではお祭りだったらしいんですけど、その後コロナショックの後に、ドーンと、まあ、とんでもない上昇があった。ということで、時は1年後、本日現在、ちょっとあるかなと。リスクオフでなんかデルタ株が蔓延しちゃったとかってなった時に、世界的に、またはアフガニスタン情勢がもっと、よろしくなくなってしまった時に、ドーンと上がる可能性は十二分あるなというふうに考えています。はい。というところで、面白いのはゴードル・ニュージーの、会話同意します。はい。まあ、ちょっとあと今、すごく、オセアニアや5ドルが売り込まれてるんで、ただこれを見るとちょっと底堅いってなるんで、もしかしたら反転。もしくは僕が配信したように、ニュージードルをちょっと、ダークホース的に狙ってみるのもいいかなと思ってます。ニュージードルも貿易の相手国、最大は中国で、で、その次がオーストラリアなんですね。その次が日本とアメリカ。まあ、この4カ国で半分以上占めてるんで、半分、じゃあ6割ぐらいか。なので、やっぱり、オーストラリア経済多分ここから落ちるでしょ？中国経済落ちるでしょっていうと、ニュージーランドも結局一緒なんですよね。45%ぐらいでこの2カ国占めちゃってるんで、4割ぐらいを。ニュージーランドもおのずと悪くなっていくかなと思ってます。チーズの国ですから。昔はね、オーストラリアの輸出が一番、あ、輸出とか貿易が一番だったんですよね。ああ、まあそうですよこのね。10年ぐらいで中国と逆転してるはあ、ずなんそうですなんでよ。すね。はい。全然中国の方が多かったです。そうなんですよ。びっくりする。今圧倒的にもうね、中国が増えちゃったんですけどね。前は中国が2位で、1位がオーストラリアという時期が、かつては結構長かったんですよね。さあ、リーさんはそろそそろそろいらっしゃるんじゃないですか。ろ中井君はどこ行ったんだよ。まあいいや、来ないので、もう一発やっときましょう。最後のしてすじさん、ランド空売りで70万儲けました。原油売りで儲けました。おめでとうございます。推奨しときながら僕はポジション取ってないけれど。これは素晴らしい。ランド売りはやってましたね。はい。あ、リーさん、ちょっと遅れてる。はい、了解です。ランドはね、やっぱりちょっと材料が良くないのと、あとは、あの国って結局、ほとんどプラチナの産出世界の、
確か9割近いぐらいじゃないかなと思うんですけど、プラチナは、そうです、90% 南アフリカで、残り 9% がロシア。ロシアでしょ。残り 1% がその、まあね、プラチナってめちゃくちゃ下げてるんですよ。はい。ああ、そうだ、そうなんですよ。あのね、XPT で見ると分かるんですけど、ずーっと下げてるんですよ。それもランドにとっては非常に悪材料だなというふうには思いますよね。はい、なんだこれ、間違えた。それ、XPTUSD じゃないですか。その上から2個目。はい。はい、ワンダス。ああ、ほんとだ。あ、1000ドルまた割れてる。そう、そうなんです。それこそ、この最近のこの辺の動きっていうのは、まさにローソク足トレードぴったりの説明が。あ、そうですね。そうなんです。いいですね。騙して、上やって、反転見せかけて、騙して、ドーン。で、しかもその前回安値を抜けて、はい、綺麗ですね、今回の戻しがそこまでしか行ってない。これ、どう見ても、これ、今、もう一回下げるんじゃないのっていうふうにしか見えないですもん。あ、だから、このあたりも、まあ、ランドの売り材料になってるし、まあ、これ、本当、ランドもね、好材料がない。まあ、悪材料ばっかりですね、うん、今ね。情勢も不安定ですしね。うん、妻前大統領の週刊あたりからどうもこけてありましたね。そうですね。悪いやつでもやっぱり統率取れてるとまだまともに機能するんですね。まあなんだかんだ言って悪いやつでも人気はあったということですよね、それなりに。エルドアンみたいに。そうそう、まあ、結局もともとは能力があって人気があって、でその国の一番偉い人になって、そこからおかしくなりますよね、進行が。そうです、なぜか。ムバラク、まあね、ラフィー大佐とか、やっぱり権力を握っちゃうと変わっちゃうんでしょうね。ですね。だからそういった意味ではあれですよ、あの権力を握って変わっちゃう可能性が、はい、一番危険なのって中国だと思いますよ。まあ、そうですね。だって習近平さんもあれですよ、中国って確か5年に1回って決まってたんですよ、あの主席は。だけどもそのルールやめさせちゃったんで、集中性みたいなね。そうそう、あの勝手に決めちゃう。毛沢東でも狙ってんのかなって。いや、狙ってるんですよ。うん、いや、あのそれと同じレベルの伝説になりたいわけですよ、うん、彼は。ということで、あのどんどんルールを変えてっちゃうんですよね。全然民主化から遠のいてます。うん。っていうプラチナですね。プラチナは結構ね、チャート綺麗ですよ、はい、うん。さあ、リーさんどこ行ったんだろう。マイアミからこんにちは、おはようございます予定なんですが。ちなみに、その他、あ、そうです。これも参考にしておきたかったんですが。コロナワクチン。はい、間違えた、こっち。なんと1億回を超えております。日本でしょ、はい、すごいですよね。めっちゃ音速です。こうその各都道府県での接種率なんかも最近ニュースのヘッドラインとか出たりするけど、うん、日本すごいですよ、はい、で少なくとも1回接種した人が 51% ぐらい、ね、いやで実はこれがこれです。年齢があって65歳未満でこれなんです。でもうおじいちゃんおばあちゃんたちも 85% ほとんど打ってますよ。ほとんど2回か。素晴らしいと思ってですね。で、これで約、2回以上打った人が、ああ、ここには書いてなかったかな。平均、んこれ、都道府県別の延々。そうなんです。これ、ちょっと細かすぎるんですよね。そうファイザーとモデルナース。なんか死亡した例とかまで書いてあります。あ、死亡した例は。100万回中ですよ。100万回中で、モデルナが圧倒的に低いんですよ。10分の1なんです。そうなんですよ。ファイザーなんかやに高いし、デルタ株の効果も低いしみたいな感じで思って、ちょっとファイザー最近人気はないんじゃないですかね。アストラゼネカがもっとひどかった。アストラゼネカそもそも日本じゃ使わなかったですか、ね、そうですね。いや、もらって台湾に流して、で、台湾にいっぱい死なしちゃったんです。確かフランスも一回止めましたよね、アストラゼネカ。そうそうそう。血栓が出るとか言って。そうなんです。それ確かにモデルナ政府系だなと思いまして。僕もモデルナ打たせていただきましたが。はい。という感じなんですね。で、まあやっぱり世界の感染状況というか、比べると、あ、これですね。日本がだいぶ上位に入ってきました。いた。
そうです。死者数は少ないですよね。ただ、重症間近くまでにはなるっぽくて、結局病床的には変わんないみたいな。逼迫してるっていうのがね。だから、このワクチン打って、重症化もしないレベルだったら、もう大成功なような気もします。まあ、あれですよ、何しろ、そもそも始まったのが、2019年の冬からですからね。あ、つながった。OK。あ、じゃあ、お願いします。ビートコインのチャート出して。リーさん登場しますが、設定しますんで、はい、お願いします。あ、リーさん大丈夫ですか？おはようございます。よろしくお願いします。いや、大丈夫です。今日は、リーさん、また、あれ？向こう、今、フロリダは、今、何時ですか？ 8 時。8時半です。8時半ですね。ミーティングが45分か50分から始まる、でしたっけ？はい、でも今から多分私15分、20分ぐらい。はい、了解です。じゃあ、あんまり時間がないんで、とりあえず、一方的に喋っていただいていいんですが、よろしくお願いします。はい、はい、今日300人聞いていらっしゃいます。はい。はい、こんばんは。こんな私の聞いていただいてありがとうございます。はい。私は、アメリカにいるスイートヘッジファンドで、ウォーターキャピタルというところで勤めています。その前はゴールドマンサックスで、価値円ハンドラインとコスパシータとプレートを東京支店とシンガポール支店でやってました。はい。今からですね、多分15分くらいマーケットの話をバーとして、その後、ね、ヒロピーさんがまだ加速するか詳しいので、そこで解説を入れていただければいいなと思はいい。ます。で、私が多分シェアするのはですね、マーケットのプライスアクションのところと、はい。次はマーケットにインパクトがあったニュースをちょっと締めてみて、それはでい。時間があったらさらに一つ後ろがバックしてみて、うん。そのクリプトとブロックチェーン業界で起きているその大きな流れをちょっと見てみて、それでまた時間があったとしたら、その一つ一つのものに対してもうちょっと深くちょっと話せればなと思っています。はい、わかりました。実はもう何の話をしてなくて、じゃあマーケットから話を始めはようい、と思ビッいトます。コインマーケットの最近のお話とアメリカの動向をお願いします。5日のですね、その期間で見てみるとですね、全体のマーケットは1%上がったぐらいで、ビットコインを抜いたマーケットはマイナス3%、ビットコイン自体はほぼフラット、イーサリアムの場合はマイナス3%、ディファイはアップの7%はい。ということで、ビットコイン自体はあんまり何も起きてなくてですね、ただそのアーツコイン、ビットコインの抜いたアートアコルイトンコはイン、すごはくいい。ろいろ結構プライスセクションがあったことはあります。それは後でまた話してみますね。はい。あと、ディリバーのスペースを見てみますと、ファンディングレートっていうのはほぼフラット、あとオープニントレストもほぼフラット、あとよく見るスキューっていう、コールオプションとプルオプションのその比較をしたものもほぼフラットで、オプションでよく見るインプライボラティリティの数字も83で、ほぼここで言いたいポイントはですね、ほぼディリバーのマーケットがすごくホットになるとですね、リテールの人とかが結構レバレッジをかけていくんですけども、それがほぼ見えない状態だっていうのが、もうここ1ヶ月ずっと続いてるってことです。で、もう一つの数字としてはですね、グレースケールの GBTC という機関投資家のビットコインの参加をちょっと示すプレミアムっていう数字があるんですけども、これがなかなか実はですね、まだマイナス12%ということで、機関投資家がやっぱりビットコインが入ってくるのは、この面だけで言うと結構まだ様子見をしている感じがしています。はい、機関投資家かでらですの。ね、このマーケットにですね、今週1週間ですね、大きい、このプライスセクションを影響した5個ぐらい自分が選ぶとしたらですね、まず一番重要なポイントはアメリカであったインフラビルですね。多分ヒロピさんも絶対話したと思うんですけども、アはい。メリカでその今セネットでインフラストラクチャーに投資を上げるためにビールがこう提案されましたね。はい。はい。で、ここでクリプトの人たちがすごくセンシティブになった理由がありまして、はい。そのビールの中で
2行ぐらいクリプトの話が入っていまして、そこでは簡単に言うとクリプトの多くのいろんなプレイヤーに対して税金を入れますよっていう、そのブローカーっていう定義がですね、すごく曖昧に書いてありまして、はいはいはい、ただそのままテストしてしまうと、ただうちらが考える取引所だけではなくて、うん、もうマイナーやディベロッパーやソフトウェアエンジニアまで、うん、覚醒がかかってしまうっていう文句が解説が可能だったので、もうかなりのそのクリプト人たちの反発を実は、うん、反発が起きました。これ議会ですごく議論になったやつですね。議会でこの間のアメリカの。そうですね、はい、でそれがですね2日間あって、2つ重要なポイントがですね、まず1つはそれが出た後にクリプトの多くの人たちが反対をしたので、そのセネットの中でもその部分の定義をちょっと緩めることを提案して、インフラビールのそのアメンドメントを入れた人たちが何かいるんですね、はいはい、例えばブローカーの中ではマイナーとディベロッパーとかを抜いてくださいとか、そういう戦いが実は5日間あって、実はそれがすごくマーケットの一番アンサーティンティを上げたんですけども、そうです、ね、面白いのがですね、実はビットコインの価格がね、普通そういう時はビットコインの価格が割れてもおかしくないんですけども、はい、全然割れなくてですね、ずっと上がったんですね、はい、その理由と一つとしては、私がその働いている業界で OTC レスクというそのいわゆるうちの業界でトレードをたくさんしているものたちと確認をしてみたら、機関投資家たちがですね、実はそのタイミングでもお金をもっと入れているという、その機関投資家っていうのはもうちょっとロングタイムで投資する機関投資家や、安いと思って入れるそのバリューインベスターの人たちが結構お金を入れてたと。だから面白いくらいマーケットは全部そのビールをネギリブとして見てたのに関わらず、プレスは実は上がっていたとっていうのが一つちょっと面白いポイントであります。で、結局は何が起きたかというと、そのインフラビールがですね、修正がかからずそのまま一番ワースケースで通過になってしまいました。だからこのままいくとですね、本当にもう一番最悪のケース、アメリカの人たちは税金に一番センシティブなので、それでクリプトで一番悪い方向に実は今行っています、ただ9月にこれがハウスに行って最終アプローブされるかどうかが決まるんですけども、はい、そこまでいろんなクリプトのロビー活動が働いて、そこのところが多分マーケットを結構揺らす可能性がありますと、それが一歩ですね。で、実は2番目のポイントではとしてはですね、イーサリアムを皆さん見ていらっしゃると思うんですけども、はい、その中でイーサリアムの1559という大きなアップデートが8月5月に実は起きました、はい、で起きた後にじゃあ何が起きたかというとですね、2つあって、まずイーサリアムがちょっと売られていますね、それがなぜかというと、そのアップデートに対して皆さんがプライスにをかけて結構イーサリアムがブワッと上がったんですけども、イーサリアム1559の成功と成功じゃないかかわらず、やっぱりセールニュース、そのニュースが起きた時にニュースがちょっとこう売りをかけてる人がいましたと、じゃあこの1559という大きいアップデートが成功かどうかっていうのを今、マーケット者みんな見てるんですね、そのランチした8月後からですね、いろんなウェブサイトでそのイーサリアムがそのアップデートによってこれからその総括、そのバーニングされてだんだんサプライが小さくなっているんですけど、それをモニターできるウェブサイトがたくさんあります、はい、でそれを皆さんモニターを毎瞬間しながらどのくらい売られてるか見てるんですけど、はい、今日時点でですね、20日の後、今約アメリカの金額で180ビリオンぐらいのイーサリアムがもう昇格されています。それは結構ね、予想以上の金額でありまして、皆さんすごくこっちの業界の人は結構うまくいってるなと、はい、で思ってはいます。でそこが多分2番目で重要なポイントでですね、3番目はですね、先ほど申し上げたようにイーサリアムがその1559のプレートについてすごく皆さんそこにビットをかけたので、1回そのニュースが起きた後にそのお金がじゃあ次はどこに行くかっていう悩みが始まったんですね、ちょっとトレーダーの人たちは。でそうするとイーサリアムのコンペレダーにイーサリアムを落とすと、強制してる他のレイヤー1アートコインたち、例えばソラーナ、例えばエイベックス、例えばコスモス、例えばルーナーという違うレイヤー1に対するいわゆるキャピタルのローテーションですね、はい、ここで儲けたお金がまた違うところに行くというところで、はい、そのレイヤー1たちがですね、ここ5日間めちゃくちゃアウトフォーミングしているんですよ、で理由は全部違うんですけども、ちょっとだけ一センテンスぐらい入れるとしたら、はい、ソラーナの場合はですね、週末に大きい NFT マーケットがランチして、そこでトラクションが結構起きていることが一つ、はい、でアバワンチのエイベックスの場合はですね、昨日一昨日発表したんですけども、
のアメリカのそのレンディングバロイングプラットフォームで有名なアーベとアーバー、ね、コンパウンドっていうのがあるんですけど、コンパウンドとアーバーです。そこら辺がそのアバランチェを使うっていう発表がした瞬間にもマーケットが今から 50%、 そうですね、アーバーすごい上がりましたもんね。あとルーナー、テラの韓国テラの場合はですね、はい、また違う理由なんですけども、うん、あの詳しくは多分ちょっとテクニカルすぎるんですけど、そこってレンディングバロイングのプロジェクトがあって、うんうんうん、だんだんそこでお金を借りれば借りるほど結局ルーナの金額が上がるような仕組みになるんですね。でそこのレンディングバロイングのエクティビティがですね、うん、あのオールタイムハイを今言ってて、はい、自然にルーナの価格をすごく上げています。うんうんうん、この3つは結構この5日間めちゃくちゃ上がりました。全体のマーケットがフラットに対してもですね、はい、でこれは全部ファンデメント、あのファンデメンタルドリブンっていうことが、うん、あの注目する部分だと思っています、うんうんうん、最後にですね、はい、あのオンチェーンデータ、そのブロックチェーンはですね、オンチェーンで皆さんそのコンシスとかの人たちはそれを見てトレードもたくさんしてるんですけども、そこで言えるのは、はい、あの一つ皆さんよく見るのがあのビットコインホルダーのウォレットを全部トレーキングできるんですけども、うん、その中でこのウォレットがビットコインを1ヶ月前買ったニューのウォレットか6ヶ月10年持ってたウォレットかっていうのが分かるんですね、うんうんうん、でそれをファローすると誰が売ってて誰がどういうグループの人が売ってどういうグループを買ってるって見えるんですけども、うんうん、そのオンチェーンデータによるとやっぱりその身近なここ多分去年入ってきて初めて入ってきたビットコインの投資家たちが結構売っていて、逆に10年とかもう5年8年とか持ってる人3年とか持ってる人たちは買いをずっと入れていると、うんうん、だからここはまたロングタームビリーバーの人たちが、うん、あのお金をだんだん入れてるってことが分かります、うんうん、でこれが多分あのこの5日間にちょっと注目するイベントでありまして、はい、じゃあここでさらに一つステップアップしてあの知った方がいいと思う部分はですね、はい、4つぐらいありまして、はい、1つ目はレギュレーションでですね、アメリカはもうレギュレーションがもうエブリティングって言っても、うん、あの嘘ではないんですけども、はい、あのアメリカの SEC のゲリー・ゲンスラーっていう方が、ね、ゲンスラーさんね、その DeFi、はい、DeFi についてもう直接俺たちはここにレギュレーションかけるよって話をここ2週間ずっと言ってますね、そうですね、よく知ってますね。でこれはもう結構ダイレクトなあの発言でマーケットが割れてもおかしくないのに、うん、でも動じてないですよね、マーケット。そうですね、マーケットがそれをなんか笑うようなようにに上がってますもんね、てないと、うんうん、それがまあ今だけなのかっていうのはちょっとやっぱり疑問視する必要あると思います、うんうんうん、ただそれが見えるのはですね、あの DEX って言ってディセントライエクスチェンジというものがあるんですけども、はい、DEX 取引所、それが実はその、はい、ゲンスラーが言ってる DeFi レギュレーションが一番最初にヒットするところなんですね、うん、でそのボリュームは実は 20% 実はあの下がっています、ボリューム中に比べて、はいはい、だからそこはやっぱりちょっとそういう部分を反映してるっていうことが分かりますし、ただ1ヶ月のフレームで見るとですね、その実際その DeFi、その貸し借りっていうビジネスが今メインですけども、その全体の金額はずっと上がりつつあって、今ほぼあのですね 21.3 ビリオンって言ってずっと上がっています。それだからまあ DeFi はまだアクティビティはあの継続に増加してるってことが分かります。はい、であとですね、ここ1週間2週間ヘッキングが多かったんですね。日本の有名なそのリクイッドさんも、うん、まあ、unfortunately ヘッキングが起きてしまいましたし、そうですね、でコリーネオープっていうその DeFi プロジェクトも600ミリオン の、 そうです、ね、あの最大 の、 あのヘッキングがまた起きましたし、ポリゴンネットワークですね、昨日はなんかバイナンスのポリゴンではないですね、ポリネットワーク、あ、ポリネットワークは違うんですね、はい、うん、マティックのポリゴンは大丈夫です、うん、マティックは大丈夫、はい、であのそれが、まあ、だんだんこのマーケットがちょっとやっぱり緩んじゃったと、こういうふうにちょっと、うん、あの優しいっていうか、ちょっと軽いプロジェクトたちの平均が多くなっている、うん、今時代ではないかなと思っています、うんうんうん、あと最後にはですね、ビットコインのヘッシュレートがすごく注目されるんですけども、はい、あのこの前までは中国のレギュレーションによってマイナーのエクティビティがめっちゃもうダメになって、はい、でマイナーたちが中国から全部出ていって、はい、でそれでヘッシュレートが150、あのエクサヘッシュだったものが50まで下がってしまったんですね、うんうんうん、で皆さんも終わりだ終わりだ、もうマーケットダメだって言ってたんですけども、うんうん、今の数字を見るとですね、それがまた130まで上がったんですよ、うんうんうん、だからもうその中国のレギュレーションかける前までここ戻ってるんですね、はい、ここで言いたいのは、そのクリプトに存在するチャイナマイナリスクはほぼ解消したというふうに見ることができるということですね。はい、でそこがあの、まあ、4つのメインポイントでありまして、
で、さらにもしここの方たちが多分トレーディングに興味があると、多分今からの話はあんまつまらないかもしれないんですけども、はい、もうちょっと大きな目で、じゃあ今クリプトブロックチェーンで起きている重要なポイント、私がよく見ているポイントを4つだけ言いますと、はい、まあ、イータリアも155をすごく注目しているんですけど、うん、先ほど申し上げたように成功は成功で、はい、本当にイータリアもたくさん購入されている、はい、ただじゃあそれがどこから来ているかって疑問をするんですね。で、はい、そうすると今ほぼ 90% ぐらいのそのボリュームが NFT とゲーミングで来ているんですよ。そうですね。ということは、はい、それ以外のところはまだあまり貢献をしてないっていうことにもあるんですね。ってことは NFT がこのままなんかこう人気がなくなってしまうと、またこれが下がってしまって、それを仕事としているミトトレードたちはまたそこで売りをかける可能性があるっていうことを、うんうんうん、明確にした方がいいと思います、はい、あとはですね、ここはまあ面白い部分、2番目とした機関投資家や機関のそのブロックチェーンクリプトの参加っていう意味で言いますとですね、うん、今このクリプト2番目のその頃からすごく重要になっているポイントはですね、本当に大きいトレディショナルな金融機関や機関たちがこのクリプトに入ってくることがたくさんたくさんあります。それで多分5日だけの話を例えば私がするとしたらですね、例えばですね、アリババが NFT マーケットを始めることや、はい、あとフィデリティのサーベイで 90% のクライアントがビットコインをオンしたいかオンしていると答えることや、はい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 、あと世界的なウェルスファーゴというウェルスファーゴ、はい、ペッシブファンドをスタートすることや、そうなんですか、あと伝説的な有名なそのヘッジファンドのメニージャーであるミルラーバリューパートナーズという方たちがいるんですけども、はい、彼らもコインベースに40ミリオンぐらい入れたっていうリポートが出たりとか、うん、あとは例えば投資のことだけを言いますと、3週間のその投資の案件でですね、うん、南米サウスアメリカのクリプトエクスチェンジの投資がですね、はい、5ビリオンとかだったんですけども、そこにソフトバンク、そうですね、ソフトバンクがすごい金額入れましたね。皆さん知ってる FTX っていうところの投資は20ビリオンにもかかわらず、うん、ソフトバンク、ライトスピード、うん、ドルドポイント、うん、あとサコエアキャピタル、今僕が言った4つはですね、はい、世界で一番有名な DC ですね、うんうんうん、クリプトではないです、うんうん、でこういうディールがですね、もうここ4週間とてもとても多いので、はいはい、去年とまた違うっていうことをすごく明確に注目する必要がある、うん、なぜかっていうと、これはただ、まあ、エクリ投資、うん、そのクリプトカレンシーの投資ではないけども、うん、その新しいお金が外から入ってきた場合、そのお金が結局はまたクリプトのマーケットに入ってくるっていうことなので、それはすごく注目する部分があると。例えば、はい、あと昨日はですね、アメリカで一番皆さん使っているロビンフッドっていうロビンフッド、はい、株を売買するラグがあるんですね、はい、私日本人みんなしてますなんですけども、はい、うん、でそこですごくショッキングな発表が昨日あって、 90% のそのロビンフッドのユーザーがクリプトをトレードしていると、うん、っていうデータが出ました、うん、90%? 結構やっぱり90%? そんなにいるんですか、へえ。でそれがすごくやっぱり今のその重要なその目当てする部分だと思いますし、あとコインベースはですね、もちろんクリプトのものですけど、まあもう IPO したのでトレーショナルカンパニーとして見てもおかしくないんですけども、はい、2日前に彼らはその利益を発表しましたね。はい、そうですね、セコンドクォーターの利益がですね、2ビリオン US ドルがレベルで、はい、1.5 ビリオンがプロフィットだと、はい、だからこれを見るとですね、もうクリットが上がったり下がったりしますけども、うん、みんなそのクリットの会社がこんなバカみたいなその利益を設けることを見るとですね、さすがに基幹投資家たちも無視はできない。そうですね、テスラよりすごいですもんね、コインベースって可能性があるということで、うん、最後にですね、簡単にだけ NFT の話をしますと、まあ、ここで NFT のことを、ね、はい、興味深がっている人もいると思うので、はい、NFT は確かにハイプ、人気を持っています。ただ私はなんでそれをただそのままニュースのヘッドラインだけで、はい、NFT なんかは投資するものないっていうのが危険かっていうところをちょっと示していますね、はい、なぜかというと今 NFT すごくボリュームが上がってて、例えばですね、最近のデータによると
例えばそのいわゆる皆さんが見てる NFT のコレクトボー、なんかその可愛いなんか写真とか、なんかクリプトパンクとかのその売り上げがですね、ずっと上がっているんですけども、例えば今300ミリオンとかっていうんですね、多分今月。で、それ最大ですけども、そこをよく見てみるとですね、95%以上のその全体の NFT の売り上げがですね、クリプトパンクとエクシアインフィニティだけできてるんですよ。そうですね。で、そうするとニュースでさ、日本の有名なアーティストが NFT しました、これしました、この有名な芸能人がしましたっていうのが目にすごくフェンシーに見えるんですけども、結局の売り上げはそんなところ何も関係ないところで起きてるってことで、一体どこが本当に人気があって人気がないかっていうのをすごく考えることがあるっていうことですね。あと2番目は、プラットフォーム、その日本でもまあいろんな NFT を売買できるプラットフォームがこの人気ともになんか作ったり、やったりしてるんですけども、これもよく見てみますとですね、確かにプラットフォーム NFT プラットフォームの取引量はもう莫大してます。今多分今月1ビリオンを超えて、先月よりも3倍以上の数字になっているんですけども、じゃあその1ビリオン誰が作ってるかって見てみた時に、90%以上がオープンシーとスーパーウェアっていうこの2つの NFT プラットフォームだそうけですで来てね。るんですオーね。プンそうシーがする一番ですと、からね。何も知らない人たちが、OK、じゃあ俺も NFT プラットフォーム作ってお金儲けてみようか、投資くださいって言った時に投資しちゃダメな理由ですね。そう誰でもすがね。NFT マーケット作るって言って、そんなによくできることではないっていうのがあまりにも明確ってことを皆さん知る必要があります。で、最後に私たちもそのブロッカー結果で NFT にすごく投資をしているんですけども、例えば、これはパブリックのことなんで言いますと、私たちエクセインフィニティは今年の頭にも投資をしていますし、アクで、シー。皆さんご存知かわからないで、AXS ですね、エクセインフしてます、ィニしてティ。ます。あとは皆さんご存知かもしれないですけど、YGG っていう銘柄があるんですけど、イノシオ YGG。ゲインっていうところですね。っていうところがあるんですけども、今この2つが NFT で一番有名です。もうこれはね、これを2つを知らなかったら多分皆さん NFT 見てないって言っても、ちょっと私は嘘ではないと思いますね。で、AX このの2つ情報を早く欲しかったな。で、YGG の場合も去年したんですけども、この2つがまたリンクしてるんですね、プロジェクトとか。私たちもファンダーよく知ってて、私もしたんですけども、例えば YGG の私たちの投資額のもう700倍なんですね。で、この2つの中でエクスインフィニティを注目する理由はですね、皆さんただエクスインフィニティの価格だけで見てるんですけども、ウェブサイトで今はいろんなプロジェクトのレビューをトレッキングできるんですね。で、今本当にトークンターミナルドットコムっていうウェブサイトよく使うんですけども、そこ行くとですね、エクスインフィニティのレビューがこのクリプトの業界にいるどのプロジェクトよりお金を儲けてるんですよ。正直言うと、イートリウム自体よりもっとお金を儲けてるんです。で、いわゆる DeFi って言ってるその有名なトップ10の DeFi のプロジェクトのレビューを全部合わせても、エクシアのレビューの半分も来ないんです。そうこれなんのです数か。字はですね、もう3月からありました、この数字は。ただ皆さんそれを見てないだけで、今エクシアインフィニティがこうなった理由は、NFT が爆発した理由もあるんですけども、50実はそれだけではなくて、同じぐらい重要なのが、NFT を絶対見てないトレーダー、NFT と全然興味ない人、クリプトの人たちさえも、これを注目した理由は、もう NFT と NFT には関係なく、クリプト全体で一番お金を儲けてるただプロジェクトなんですよ。だから、その NFT に興味ない人たちも入ってきたのが、多分4月からだんだんそれが入ってきたんですね。で、それは知ってる必要があると。で、私たち結構 NFT に投資をたくさんしてるんですけども、メインに私が見てるのは、Play to Earn っていうトレンドと、メタバースっていうトレンドと、最後には、ゲーミフィケーションの DeFi といって、DeFi と NFT をこうくっつけるプロジェクトがだんだん出てきてるんですね。で、これはブロックチェーンだから可能なので、結構なんでこれをやるかっていうのはすごく明確です。こういうプロジェクトが、例えばアベボチっていうプロジェクトがありますし、ティッカーで言うと GHSP ですね。で、そういうティッカーもありますし、メタバースだったらセンバックスとかクリプトバックスとか、いろいろあります。私たちが投資したか投資したかじゃないかっていうのは置いといて、そういうトレンドを明確に見てるのが、私が今 NFT を見てるところであります。時間ですね。今の僕、これから視聴者に解説入れますんで、ありがとうございます。大丈夫です。1個だけ質問させてください。イーサリアムのいいですよ。バーンの
予測は市場予測より上回ってバーンしてるんですね。今だいたい24時間で4500イーサーペースでバーンされてると思うんですけれど、これは事前予想より多少多かったっていうイメージですか？2つに分けてあの答えられるんですけど、まず軽く予想以上ですかって聞いたら Yes ですね、はい、で2番目にデータドリブンで言うと、私もこう毎瞬間このイタリウム の1時間とかあの24時間のやつを見てます。はい、僕も見てますけどね、はい、ただその24時間では数字は結構今バラタイで変わって、まあ確かにね、はい、例えば私8月後にスタートした時はあの1時間前の1時間のイタリアの ものがですね240インプとかだったんですよ、うんうんうん、でも今見ると114って出るので、うん、でこれが昨日だったらなんか150とかだ、それではちょっと結構フラクチュアしているので、それの予想は多分誰もしてないと思います、うん、なるほど。ただまあ全体の価格として、考えたよりちょっと大きめだねと。なるほどですね。イタリウムがディフレーションのエセットになるにはかなり足りないんですけども、結構そうですね、予想以上、全体の価格を見て予想以上だっていうことは言います。了解です、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、またお呼びしますんで、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、すいません、皆さんお待たせしました。リーさんが早口でごめんなさいね、ちょっと音声が小さくなってしまったんですが、ちょっと改善次回要望を、あげます。で、今イーさんがお話したことを全部僕が今だいたい頭に入ってるんで、要約します。で、まずやっぱりイーサリアム一番注目していて、ディファイ市場 NFT トークンに、かなり投資をブロックタワーはされているそうです。で、リーさんの中で、アメリカで有名な、VC の名前がバーッと出てきましたけど、セコイアキャピタルっていう単語聞き覚えがあるんだったらあれなんですが、セコイアキャピタルはファイルコインとか ICP に投資している、巨大ビッグカンパニーです。カンパニーというか VC、ファンドですね、ヘッジファンドです。はい、で、サロンで1回お見せしたことがあります。今日リーさんの言っていた、中身でですね、バーンしたよってやつですね。仮想通貨、どこだ、仮想通貨タグ、これは違う、あった。で、一回 URL をね、みんなさんに送った気もする。仮想通貨ここかな、違うな、もう一個月か、仮想通貨。こっちだったかな。リンク貼ってなかったっけ。うわ、貼ってねえな。ちょっと待ってくださいね。リンクがですね。ウルトラなんだったっけな。バーンしている、あった、ウルトラサウンドドットマニーだ。これ。これですね。見覚えある方いらっしゃると思うんですが、ここのバーンのことを言ってました。で、オープンシーとかアクシーって言ってたのはこれです。で、イーサリアムの8月5日にハードフォーク、ロンドンハードフォークアップデートがあって、そこからまあ、バーンが始まりました。まあ、事実上半減期ですね、イーサリアムの。半減期相当に該当する、まあ、焼却、出てきたマイニング報酬の一部を、まあ、バーンしているような、そんなイメージです。で、これで世の中に出てくるイーサリアムの速度がちょうど3分の1ぐらい減ったんですね。まあ、1週間でだいたい3万イーサ焼却してるんで、割り算7で割り算すればだいたい4000いくつになります。はい、で、まあ、要するに半減期相当に、該当しますと。なのでこれがまず一つの大きな価格上昇要因の一つです。で、ここに出てるオープンシーっていうのが、ディファイ市場の、
NFT マーケット、世界最大の NFT マーケットです。Twitter で関口あゆみさんっていうデジタルアーティストの方が、女性の方が10万ドルぐらいで自分のアートを、出品して落札されて、まあ、儲けたっていうので結構ニュースになりましたが、こちらのことをおっしゃってました。で、なんとですね、ユニスワップを大きく上回って堂々たる1位なんですね、オープンスイーが。で、こっちが NFT の、ゲーム AXS というバイナンスで検索すると出てきます。ものすごい価格が上昇させたんですね。で、僕はちょっとこれをですね、情報を拾いそびれてしまって、後から聞いたあれなんですが、アクシー冷やしで見てみましょう。こういうチャートになってですね、ちょっと拡大してみます。いいよ。あ、こうすればいいのか。はい、ものすごい上昇です。ちょっと見にくいな、これ。自分ですら見にくい。ですね、ごめんなさい、これ黒画面で見にくいんですけれども、まあ、大体3ドルぐらいだったやつが、まあ、80ドルいっちゃったよっていう強烈なバブルを起こした、6月下旬からですよ。6月下旬からわずか2ヶ月で3、あの30倍までいってないか、25倍ぐらいか、うん、いってしまったコインでございます。はい、もうちょっと前からいくとこんなんですね。 0.5 ドルとか。はい、まあひたすらゲームやって、くる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 回すような、まあ、フィリピンで一番結構人気になってるようなっている確か、トークンでございます。まあこういったですね、 DeFi と NFT マーケットで2つの需要を持ってしまったイーサリアム、かつバーンが始まって、しかもリーさんがさっきおっしゃってた通り、あのファンド勢からしたらちょっと予想以上のバーンが進んでるっていうことをいろいろ考えると、もう需要だらけなんですね、イーサリアムの。なのでバカみたいに最近価格がまた上がってきたっていうのが、まあ、理由だと思います。はい、チャート見てみましょう。まあそういったところの根幹があって、サロンでの配信も、まあ、イーサとユニスワップ、こっちに出ているユニスワップですね、ユニ V2 と V3 出てますけれど、まあ足したら1位なんですけどね、オープンシーン抜きます。注目していたのはこれが理由でございます。まずイーサリアム、まあ、ここ満月ですね。ムーンムーン満月3日前にボトムつけて、一気に上昇しました。で、昨日満月の、3日前です。日曜日満月なんで、なので、まあ あさってにここに黄色い丸がポコンと出現しますが、今のところまた今回も当たるのかっていうぐらいな、勢いでございます。はい、ですので、その場合これが当たると、じゃあもう一気にまた4000ドルぐらい目指してしまうのかなというのもなきにしもあらずだと考えてます。はい、よってですね、まあポートフォリオを、まあ、このように、書かせていただいて、おりましたが、お知らせ通り、どこ行ったっけ、ウォレットがいいよ、うん、はい、こちらですね、ウニとイーサをちょっと比重強めてみましたって配信させていただいたのは、それが理由です。回復してきました。まもなく1500万かな、あ、もういってるか、1500万円ぐらい、500プラス500万円かな、3月から始めて、まあ、だいぶ苦しい急落も乗り越えて、なんとか元本割れずに頑張っております。なんとか年末ぐらいまでに3000万とかいかないとあと2倍、あと2倍あと2倍って言い方おかしいけど、頑張ってる最中です。そうだ、今日 ICP の話聞きたかったんだよな。ブロックタワーキャピタルさん ICP 投資してますかって普通に聞きたかったんですが、はい、分散型コンピューティングです。 ICP もまあものすごい上がってます。 ICP、 あ、間違えた、あ、合ってるわ、あれ、これじゃねえな、 ICP すべて、ああ下にあった、ICP、まあ、ホービーにしようかな。はい、今66ドルですね。もうちょっとこの辺で買ったのかな、40何ドルぐらいで買ってるはずですが、まあこんな感じで。で、時価総額は1兆円に回復しました。
から3兆円目指すとなると180ドルなので、まあこのあたりかなと、まあ、せめてこれぐらい、400ぐらいいってほしいですけど、現実的に3兆円ぐらいまでだったら全然ターゲットでいけるかなと思ってるので、僕はこの分散型コンピューティング、まだまだ未来の技術ですが、1回12月にバブルが起きるんだったら、4年前も、エイダでもリップルでも10兆円ありましたから、全然10兆円はあるかなと思ってます。って考えると、ICP1 兆円ですよね。ってことは10倍の余地、10倍銘柄の可能性があるんで、どうしても我慢したかった。まあ、僕は40で買ったから15倍銘柄かもしれないですが。はい。結構皆さんも、結構買ったよって、イロビーさんに言われて買ったよっていうのがコメントが結構5、6件ぐらいいただいたんで、何かしらのあれで SNS 上とか、この動画とかで。なので結構ちょっとずつ浸透してきたかなと思います。非常に面白い技術です。はい。アクシーやってるよ、すごいですね。僕は乗れてません。などなどと、たくさん、個別銘柄ではございますが、面白いフェーズなのかなと思ってます。あと、ファイルコインですね。ファイルコインも、あ、しまった。ちょっと聞いとくの忘れちゃった。ファイルコイン。FIL。ファイル USD。コインベースに上昇してますね。1回200で、この辺はウハウハしておりました。まあ逃げてよかったです。ここブレイクしてから止まんなかったですね。まあなので、このままビットコイン、イーサリアムが上昇、大きく上昇トレンドに回帰するならば、まあこの辺ぐらいまでは、130ドルぐらいまでは狙えるでしょうというイメージを持ってます。まあ2倍弱。もし持ってたら、まあ多分こんなような、ターゲットを狙うかなと思ってます。そうですね。ハサハサさん、ありがとうございます。クリプトの税金問題、ヒロピさんどう見てますかっていうのは、これアメリカ議会ですね。で、それがですね、確かにあれ明らかにネガティブだったんですけども、あのニュース以降、それを思いっきり嘲笑うかのように V 字で上ってきました。で、正直ディファイ規制なんてできるわけないんですよ。もう、絶対無理。絶対100万パーセント無理。それぐらいな、分散されていて、匿名性が高いので、まあ、逆に取り締まりたいんだろうなとは思います。でも、まあ、正直 一人一人がスマホ1台、PC1 台あれば何とでもできるので、まあ、言い方悪くするとマネーロンダリングなんて簡単なんですよ。1億海外に送ろうと思えば銀行通さずに送れるってなかなか恐ろしい話で、今って1000万円海外送金するとすごく銀行から電話かかってくるんですね。で、結構慣れてな、通常よくやってないと、必ず止められます。で、出金するのに1週間、2週間、3週間止められて、向こうに送ってから着金してからまた1週間、2週間待たされて、ようやく手元に行くのが1ヶ月後とか、初めて海外送金する人がいきなり1000万送るなんて絶対無理。まあ、そういう世の中になってるんで、まあ、こういったディファイとか仮想通貨の送金、大型送金は、注目されたっていうのもあるんですけれども、まあ、そこでディファイ市場があまりにも成熟し始めていて、アメリカが懸念を示している、まあ、ゲンスラーさんですよね。まあ、なんですが、その議会の中でも、まあ、やっぱりまだその政治、アメリカの政治家の皆さんも、まあ、日本と一緒で、そんなに知識追いついてないので、提案された内容があまりにも、メタメタだったっていうので反発が結構出てですね、このブロックチェーンとか、まあ、仮想通貨の巨大な投資している VC ファンドとか、大きな企業はたくさんアメリカにありますんで、結構まだ意見が強く通るんですね、日本じゃないので。で、そういったところ一回待ったがかかって、法案の内容を議論しようっていうので、まあ、この2、3週間、今月ですね、いろいろと、まあ、先月後半からか、議論に上がっていて、リーさんも同じくそこについては、懸念していたけれども、思った以上にどころか全然反応なかったじゃんかっていうのをコメントされていて、まだしかしながら来月9月もちょっと注意だよっていうので、コメントくれたっていうのが、先ほどのインタビューでした。はい。まあ見方次第なんですよね。ディファイは違法だっていうのはね。違法ではないですよね。ディファイって運営してる主体がないんで、みんなでやってるんで、規制がかけにくい。
そういった世界なんですね。で、はい、ガオさんおっしゃる通り、Web 3.0はもうそういう世界になってくる。ブロックチェーン、インターネットが発達しすぎてしまって、各国の一エンジニアがノードとなって、みんなが支えるネットワークなんですね。なので、まあ、ちょっとそういったあり方が変わるかなと思います。で、資本がすごく即時に、国境を越えて、資金、資産が動く。まあ、この流れっていうのは政府から、世界各国の政府からすると、まあ、なかなか厄介、やらしい状況、困るんですね。野党側に行ったり、テロ組織に資金が行ったりするので、結構恐れてるんですね、そういうところ。まあ、そういった葛藤がありながらも、ただこの技術は必要だし、この技術は抑えなきゃいけないっていうので、アメリカもまあ結構いろいろと規制側と改革派で天秤にかけられている状況だと思います。はい。はい、まあそんな感じなんですね。ちょっと今日リーさんの、インタビューがだいぶ長引いちゃって、仮想通貨側の相場分析が短い目ですが、まあこんな感じで、本日はだいぶ延長しましたが、まとめていきたいかなと思います。まあ、引き続き満月予想は当たるといいですね。そうですね。はい。当たる可能性は結構高いですよね。はい、そうですね。なので、ムーンフェーズも結構楽しみにして、見ていてください。もちろん、FX しかやったことがなくて、ビットコイントレード、興味あったんだって人は、ぜひ、参考にしてみてください。追っかけてトレードしていただいても結構です。これ、自腹で1000万運用企画で、もっとゆったりスイングなので、現物取引ですから、まあ、ひとたび持てば1ヶ月ぐらいポジション持ってたり、まあ、忙しくても1、2週間、短期で見ても1、2週間でちょっとポートフォリオを変えたりする程度です。はい。ぜひ参考にしてみてください。まあ、海外の取引所を推奨するわけではないんですが、まあ僕はバイナンス慣れてるんで、ここでやってます。もちろん国内の取引所でも OK です。はい。はい、そんな感じで、1時間20分、今日はだいぶ長引いてしまいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと音声ボリューム、大変失礼しました。対策練ります。あと、来月の1回目の雇用統計、ゲストをお呼びしたいと思ってます。ツイッター上で、最近だいぶ有名になってきた、クリプタクトの社長のアミンさん。またアミンさんもゴールドマンサックス出身なんですけれども、アミンさんは金融市場ももともとまあゴールドマンなんで、金融トレーダーでございます。で、クリプトの世界にやってきて、クリプトを啓蒙活動してるんですが、金融に関しても、もちろん知識が非常に広くて幅広く、話が、僕と非常に合いまして、まあ、金融政策の話、経済状況の話もできれば、ビットコインの話もできるので、ちょっとぜひお呼びしたいなと思って、お声かけしたところ、快く受け入れていただきましたので、おそらく出演していただけるかなと思ってます。雇用統計ライブと、ぶつけていこうかなと思ってますんで、再来週になりますが、そちらの配信もお楽しみに。はい。ということで、来週は、月末の、来週、あれ？来週月末か？来週はロンフィクは絡んでないか。あんま絡んでないですかね。月末になるとまたアクセスが増えてくるんですよね。27日ですね。まだロンドンフィクシング関係ない。ちょっと早いかもしれないですけど、また面白い相場になるかなと思ってます。はい、相場見通しもまた土日のうちに為替市場ですね。はい、サロンの方で、配信しておきます。ぜひ、残り、もしまさかの200名到達間近かもしれないので、ぜひ皆さんも、あ、188になってる！あと102人人増えでた！すよ。はい。まだ今のところ予想が当たってるんで、減らないんですが、予想外したとき、また100人打ちたらどうしようみたいな。まあ頑張って予想も当てていきます。はい。ということで、今週も皆さんお疲れ様でした。来週もうまくトレーディング配信もしていきたいと思ってます。じゃあ今週も皆さんお疲れ様でした。良いトレードを。それでは。